えー、はい、どうも、お疲れ様です、えー。雑談です。あの、よかったらおおおおお、お付き合いください。えっ、ー、と、このところね、非常にこう、興味深くって、さっきもあのコンパイラーちゃちゃっと直しながらね、あのながら族で、えー、YouTube 聞いたんですけども、あの、いただきこういただき女子、りリ,リちゃんっていうね、あの、 その世俗に疎い私でも知ってるぐらいだからかなりあの社会的に話題になったんですよねで懲役9年っていうのはどうなのかなんてありましたけれども、えー、いろいろこうそのこの方のなんていうかドキュメンタリーみたいなのがあって見てたんだけどいやーこれはんかなりお罪は重いなという感じでしょその 非常にその人間の心理を巧みにその逆手にとって,、えー、なんてやってるんでねしかもマニュアルを作って相当売れたみたいですねこれをまた悪用する人が出てくるってことを考えると社会的な影響は非常に大きいので裁判官がまあいろいろ上場酌量しても懲役9年っていうのは。 わかるような気がしますあのこの社会的な犯罪の温床になるようなことをやってしまったねこの人はっていう感じがするのですけれどもでまたそのこの人自身があの渡辺さんという人が、えー、とホストクラブにどはまりしてたみたいですねでその根底にあるのがねあのどうも自己,根底自己肯定感の低,か低さ自己肯定感の低さが 根本的な理由みたいです自分なんかがその,あのそんな人に好かれるはずがないとか自分なんかはみたいなことがあ,あるのが根底にあるみたいでそれとあの,あの人もね昨日ちょっと聞いてたあの大切なバイクと車を売ってまでもなんていうあのおじさん50歳のおじさんなんか見ても。 ひょっとしてなんか自己肯定感が低かったのかなだからそのなんか自分の肯定感を高めるの自己肯定感を高めるのにあこんな若くて綺麗な奥さんがいたらみたいなのもあったのかなみたいな感じでいずれもいずれもなんか根底にあるのは自分のこの自分の,こうあの肯定できないっていう,こうところが根本にあるような感じがするんですね。 であのー、いやそれは気持ちはよくわかるんですけども、あのー、克服する方法っていうのはあって、あのーえー、と心理学者の人なんかもよく言ってますけれども、ね、とううにかく自分を褒めることだと思いますあの人間っていうのは何かしらの才能がありますんで、えー、あのその才能を見つけてで、まあ、そうすると あれですよ中に褒めてくれ,くれる人いますよ、私みたいな、あのもうギターもあのずっと弾いてなかったけど、弾いてみたら、アメリカ人のお,おっちゃんからお、お前やるじゃねえかみたいに褒められたりとかね、あのするとやっぱりその自信になって。 来ますよあそっかえアメリカ人の,あの本場アメリカ人のリズム感でもみたいなのがあって、ね、何かしら一つぐらいは取り柄があると思うので,でその時にねもう思いっきり自分のこと褒めてやってますねあの <laughs> 誰もいないところでね誰もいないところで「お前ってすごいじゃん」「いや見直したよ」とかねあとコン,コンピューターもこの78年どっぷりやってましたけどもね そうすると、あの中にはおおすごいじゃんとか言ってくださる、ね、方もいるんですよ。あのレディットはずいぶん叩かれたけども、いやそれでもあのしぶとくやってるとね、お前すごいじゃんみたいなこと言ってくださる方も中にはいるんですよ。でそういった時にはねいや ってってもう思いっきり褒めてますよ私自分のことをお前ってすごいんじゃ知らなかったお前ってそういう才能あったのねみたいな感じで <laughs> 人がいないとこでね、あのー、思いっきりやってますで日本人っていうのはねやっぱりそのなんていうのか謙遜の文化があってまあそれはそれで美徳なんだけど私なんぞってやるんだけど あのまあ世の中でうまくやるにはそういうことも大切なんですけれどもあの人が見,見てないところでもうこれでもかってくれ自分褒めまくります私は最近の私は <laughs> そうすると俺ってすごいんじゃんってなあるとあのちょっとやそっとでへこまなくなるんですよ本当自分で褒められて嬉しいのかって最初は思いましたけどもあの えっと嬉しいんですやっぱりう <laughs> しくって自信になってでこんな俺なんだからなんとかなるんだよっていう風なこうすごいあの自信で、えー、がつくとねまあなんとかなるよみたいな感じで仕事もあなんとかなやつはできちゃったみたいな感じだしそういうことをやった方がいいとも言いますですねあのうんまあ あの自分のことを認めてあげられるのは最後の最後の自分なのでね自己肯定感をどうやってこう引き上げるのかそうすればこの渡辺被告みたいな人も生まれなかったんだろうと思うしなあなんて思いながら聞いておりました。おいじゃ